ってこれで潰れていく。でもそれで、ね、その中から孫正義みたいなものが出たりしますからね、うん、まあそれは勝手にやればいいんですけども、うん、大概の人はやっぱ広げて潰れますね、あとがいわゆるその贅沢です。まあ、飲食系とか美容系とかも多いって言ってますけど、ちょっと贅沢して意外にこう人にモテやすい、うん、業種だったりするんで、飲食とか美容系とかですね、うん、でかっこつけて高級車、うん、豪邸、女、愛人、クルーザー、もうそのパターンでもう本当潰れていくってね、あの河原さんが言ってました、で、あの人は最初の人生でも潰れてたんでですね、あの大英勤務時代にあの横領を700万やって、それが見つかって逮捕されて牢屋入って大英クビになってで出てきた後もう、ね、そんな経歴ですから一応執行猶予がつきましたんでね、あの実刑も1年半執行猶予3年か、まあちょっとまあサラリーマンとして終わりですよね、普通も終わりですわ一応で、まあ実はバーを始めてその後ラーメン屋をやって、まあ、大成功したんですけど、それは最初で大失敗してたんで、うん、まあ意外に調子はね乗らなかったってね言ってましたけどね、で、まあ、ついでですからね、今日大変な人はねドラッカーなんか知らないみたいですからね、でもねこれだけ覚えとったらね一応知ってるよという大きな顔あのできますんでね、そうちょっと5分だけですね言いますけど、ドラッカーさんの一番有名な言葉なんか一応知ってるっていう人、意味わからんけどなんか知ってるっていう人、顧客の想像、お僕は終わった未来、終わった未来、あ、すでに、え、それないですね、すでに起こった未来、到来する、すでに起こった未来ですね、まあ、それは例えば何でしたっけね、例えば今で言えば30年前に、年金は崩壊する、例えばその予測、あともう一つもっとこう有名なあの人がやっぱ当てたやつ、当てたっていうよね、何でしょう、ああ、なんか日本人でもいましたよね、栄太一さんがねその本出しましたよね、団塊の世代っていうですね、まあ、今10年20年経ったらこの今ベビーのこれがなったらものすごい市場になるんだみたいなね、今から準備しとったらいいよみたいなことを、まあ栄太一さんとかドラッカーさんまあ言ってたんですけど、そういうのはそのもう、まあ、未来の話だけどもう確定してると、なんだだから、まあ、なんかですね、そんな、まあ、社会思想的にはその言葉が有名ですね、結構で、もう一つの言葉で、まあ、一応ドラッカーさん自身も言ってるのが、まあ、経営とか事業は、顧客の創造である、またこれなんか何のことやみたいなね、これまあ、メモしなくていいですこんなのは、これ何のことだと思います？事業の目的は顧客の創造である、要は、で私なんかこれ聞いた時だって全然わからんし何みたいな問題しかも何もなかったですよね、私の人は武田陽一が30年前に、まあ、一応コンサルタントを目指すという意味ではドラッカーは一応避けて通れないと、まあ、いろんな意味で掘削系コンサルタントの、まあ、私のそれなりに尊敬する武田陽一とか石倉さだむとかですね、さだむさんとか小宮一慶って書くね、なんかエリート経歴の、私が嫌いな経歴ですけどいい学校いい会社東京銀行 MBA っていうね、もう嫌な経歴ですよね、まあでも非常にいい分かりやすいオーソドックスな本とかコンサルタントの小宮和なんとかさんとかも全員に共通するのはドラッカーが師匠っていうんですよ、師匠っていうか、まあ、師匠の一人っていうですね、まあ、あとユニクロもキャノンの今のなんとか社長もみんなねこういろいろ、ダイエーさんもそう言ってたんですけど、だからまあバトラッカー一応ねこういった掘削系ではそのさ、まあ一応やっぱ勉強しといた方がいいのかなと思ってですねというあれでしたけど、で武田内が最初これを、ね、経営の目的は顧客の創造であると言った時には何を言っとるんかいと、経営の目的それはに決まっとると思ったって言うんですよ、その何と思ったと思うんですね、経営の目的は何と思ったと、こうじゃなくて武田内とか大半の人は当時経営の目的といえば何でしょう、最近ちょっとね結構ね今の20代あたりにそれを聞くとね多分このことだってあんまり出てこないですよね、経営の目的は社会貢献ですとかね、
多分今20代とか社会起業家を目指すとか言ってね、ボランティアみたいな、まあそんな人が多かったりして、まあそれ悪くはないですけどね、あの使命とか理念という意味ではドラッカーさんも言ってますけど、その、まあ企業っていうのは社会の役に立つ、役に立たないと、今喜んで、ね、利益っていうか、役に立たないと成り立たないから、企業っていうのは社会貢献であるとといった一面もあるということですけどね、普通企業の目的、まあ、何のために商売しようとって、ね、普通は利益たいと、何のために商売するとって言ったら、そら儲かるためたい、売り上げたいと、自分がこう私利私欲肥やすためたいとかね、あの多分それが普通 でそれも別に間違いじゃないですよね、そうじゃないと潰れますから会社、売り上げ粗利がないと、私の主張は粗利、をいかに、ね、もらうか、粗利を作るかみたいなね言ったことですけど、だから当時のあの世代、今75歳74歳ですが、武田洋一、私の師匠ですね、あの世代だったら、まあ、まだバリバリガリガリ日本がエコノミックアニマル、今の中国みたいな感じでしたからね、で日本っていうともうバカにされてた、アメリカから欧米からジャパン、もうモノマネ、このサルマネがエコノミックアニマルみたいなね、それにこう言われてて、まあ今の中国とね全く同じなんですけどね、だから別に中国はあいつらねモノマネパクリばっかりしやがってとかね、いう資格はねないんですよ日本人には日本だって欧米の真似でパクって、流通業だってね、私たちの先輩の船井総研だってアメリカ行って、アメリカのね小売店専門コンサルでしたよね、アメリカの最先端のそのウォルマートとかなんだブルームなんとかストリームなんとかとかですね、それをパクってそれを日本持ってきただけでしたよね、日本の流通業もそれ真似してきて、まあそれは別に今もねそれでいいと思うんですよ、その代わりまあ低賃金でアメリカの2倍働いたんで、まあ勝ったっていう感じですね、で一部で今サムソンとかハイアールとかに日本が負けてるのは、もう単純にまあ半額以下の低賃金で、多分今は倍ですよ、あの一生懸命働いてるそのチャイナコリアの人たちはですね、4000時間ぐらい普通に働いてますんでね、日本が2000時間ですから、そりゃ勝てるはずないですよね、でかつそういった、ただその前提は大量生産大量販売品ですよ、だからまだまだですね高付加価値高品質で、手作り面倒くさい系のこういらっしゃいませみたいなで接客サービスはないですからね、そのアジア中国にはないに等しいですから、そういうあとでいう、こういわゆる、いわゆる弱者必勝の商品サービス系だったら、手作り面倒くさい系のやつだったら十分まだね日本はもう勝てますからね、勝てるっていうか、ただ安い大量生産品で言ったらそれはもう宿命ですよ、もう常に後から来るハングリーな人間たちが勝つんですね、まあこれはしょうがないですけどね、ね、ギリシャだってローマだってね、みんなそんな感じにねこうなっていきましたけど、まあそういったことなんですよ、で顧客の創造って、なおかつですねこれもなかなかですね、顧客の創造、経営は顧客の創造であると、まあ、とりあえず言ってるわけですよ、その顧客の創造のためには、を実現するのはなんとなんだけであるって言い切ってるんですよ、簡単に言ったらこの2つだって、はい、この2つって何だと思います、あ、読んだ人、ねえ、私も10年前に買ってたけど、なんもこんなの、ね、覚えてなかったですからね、まあ、今回のガリ弁で、もう何回も何回もこれが出てくるんですよ、ドラッカーさん、まあいい意味でやっぱね、いいワンパターンですね、大事なことを何回もいろんな本で繰り返してますけど、どうでしょうっていうか、まあ、これもあんまり覚える必要ないですけどね、なんとですね、マーケティングとイノベーションであるっていうんですよ、またこれようわからんですね、マーケティングっていうこと自体が、あ、じゃあいいや、まあこれもね本当はなんか大学の授業みたいでね、意味ない授業が今進んでますけどね、中身がマーケティングっていうのはある意味では、はい、どんなことですかね、もうこう思いつくことをガンガン言ってください、もういろんな意味があるんで、マーケティングっていうのは分析、あ、分析、あ、まあまあ、例えばその何の分析でしょうね、まあ分析ありますね、はい、はい、他にほとんど市場調査、あ、入ります、それ、あの現場の、いわゆる戦術行動としてはそれが入るとドラッカーも言ってますね、はい、はい、どうでしょう、なんか痛そうだね、
もう見込み客増大、見込み客を作る、あ作るね、うん、興味持ってる、まあここで言ったらアイドマのあなんだアテンションインタレストみたいなね、注意興味を持つお客さんをいかに集めるか。だからね、ちんどん屋なんかはあれやね、実はマーケティングのちゃんとしたこうやってこうね、見てこうって言って、ついつい台前に入ってしまうとかね、まああれはちゃんとしたそういった、うん、現場の仕事の一つですよね。はい、他にどうでしょう、マーケティングって言ったら多分ね、マーケティングコンサルタント自体が分かってないんですけどね、うん、まあそう名乗ってる使ってる人が口先系ですごく多いですけど、どうでしょうか。はい、同業他社の研究、あそうありますね、あそれありますね、おなかなかいい同業他社の研究ですね。うん、一昨日ですね、福岡でですね、これなかなか私も今こう、まあ、応援してるロゴマーク専門のデザイナーでですね、デザイングレースの根本ってやつが、まあ、マーケティングの勉強会をこうやってたんですかね、4回目でしたけど、その時のテーマの一つがですね、皆さんこれをやってますかと、同業他社の徹底的な調査、おわってね、バンってこう出た時、おお前とラッカーと同じこと言ってるなみたいなね、 あと武田雄一とか市倉貞さんとか、まあその辺もこう言ってるんです。同業他社、同業他社をどれだけ、まあライバルですよね、ライバルをどれだけ調査してるかっていうのはね、まだその30後半ぐらいなのにですね、プロジェクターでバンとこう出して、おっと言いました、お前すごいこと言うなみたいなね、まああちこちでそいつも勉強してきて、まあ経営で大事なことの一つは、こう同業他社ライバルの徹底的な調査ですと。あでこれは例えば戦争の場合なんかは当たり前にそれしますよね、もしくはバレないようにステルスとかこう隠れてやったりですか、逆に相手の方も調べまくりますよね、だから人工衛星とかああいった北朝鮮のやつはもう上からもう全部で、ね、今調べてるわけで、敵のことはもうとりあえず調査しまくると。そうしないと、まあ孫子の兵法でもそうですけど、孫子の兵法の有名な言葉は何でしたっけね、これに近い今の、おわあそうですね、敵を知り己を知れば百戦あえる危うべからずと、ええ、ここどういった意味ですかね敵を知り己を知れば